はい、おはようございます。ボス&クイーンです。今日はボス君とクイーンちゃんと森林を散歩しながらの池に行ってきました。ボス君は池にね、小さい頃行ったことあるんですが、クイーンちゃんは初めてです。クイーンちゃん川には行ったことあります。池は初めてです。どんな反応するのか、そしてね、森林の散歩、ここも初めて来ました。初めてのいろんな匂いがします。野生動物たちの匂いがしたり、ボス君が小さい頃来た時の匂いが残ってたりもするかもしれません。ボス君はね、もう慣れた表情で、テク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 と足取り軽く、お散歩します。クイーンちゃんはね、右へ左へ、いろんな匂いがする。ボス君がいるから安心だ。そんなね表情をしながらテク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 、2匹がお散歩しています。ボス君はね、やっぱり暑いです。まだまだね、太陽が出ると暑いんで、ボス君はね、長い舌を出しながら、お散歩しているんですが、日陰、やっぱりね日陰は涼しいです。ボス君もね、頭がいいので、日陰がある方ある方へと、お散歩しながら歩いていきます。やっぱり太陽が当たるとね暑いです。そんなボス君とクイーンちゃんなんですが、クイーンちゃんはね、とにかくね、ボス君がいるから安心です。一人でね、お散歩に来た時はきっとね、パパにべったりじゃないでしょうか。初めてのところのお散歩、ボス君とクイーンちゃん、そしてね、足元もね、石が引いてあり、そして葉っぱの上をね歩いたり、石の上を歩いたり、またね落ち葉がちょこっと落ちていたら、落ち葉の音がサクサクしたり、そんなね楽しい山道のお散歩なんですが、見えてきましたよ。初めて見るクイーンちゃん、池はどんな感じでしょうか。どんな風にね感じているんでしょうか。とても気になります。広くてね、藻が浮いていたり、お魚がいたり、そんな池なんですが、ここにはね、ボス君と来たことあると言っていたんですが、ボス君と一緒にね、釣りもしに来たことあります。そんなね池です。でもねクイーンちゃんね、初めてです。ボス君はね、ここかとね思い出したような表情です。今歩いているところは、右と左に、池があるんですが、雨が降るとね池の水というのはぐーっとね、増えてきます。増えてくるとねここの道なくなります。どうなるかというと、池のね底に沈んじゃうんですよね。で、畑の時期、田んぼの時期になると池の水を抜きます。抜くということは水が少なくなります。そうすると道が現れるのです。そんなねちょっと不思議な池なんですが、クイーンちゃん楽しそうです。相変わらず今日もねボス君のリードを持ってテク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 お散歩です。お散歩動画の後にはみーちゃん出てきます。みーちゃんね自転車乗ってたり、他にもね、ペットショップのね、小さいハムスター、鳥さんはいたかな、あと変なね、甲殻類みたいなね、ペットもいました。ぜひね、楽しみに最後までよかったら見てください。ボス君はね、疲れています。座り込んじゃいました。やっぱりね、ボス君ちょっとでもね、泊まる時間があるならば、座ってゆっくりしたいのがボス君です。逆にねクイーンちゃんは、泊まってボス君が休憩してる間、その時間というのはね、クイーンちゃんにとっていろんなものをね、調べたり匂いだり、する時間です。そんなねクイーンちゃんにとって大事な時間、ボス君にとって休憩大切な時間、でもね頑張って歩いたからおやつは欲しいよと、しっかりねボス君とクイーンちゃん待てを指してタッチをして、美味しいおやついただきました。このおやつはね、1週間ぐらい前、ゴンタというおやつなんですが、よかったら、そちらの動画も楽しみにしていてください。クイーンちゃん相変わらずテカテカです。でもね匂いはボス君の匂いと同じです。もうボス君、そしてねボス臭、昨日もボス臭というトークをしていたんですが、よかったらねそちらもぜひ見てみてください。そんなパパ、喉の調子はねだいぶ良くなってきました。以前ね、喉が痛いよと、風邪ひいちゃいましたというトークしていたんですが、
皆様のおかげで、大丈夫ですかとか、早く良くなってくださいというお言葉いただいて、すごくね、元気も出てきて、だいぶね、良くなりました。そんなね、パパそして、大きなふさふさもふもふクマさんみたいなボス君、テカテカツヤツヤ成長中のクインちゃん、今からね、帰るんですが、来てから、休憩してなんやかんやねカメラ止めてる間とかも入れたら30分ぐらい、池を見て、ぼーっとしていました。でもね帰りしな面白いですよ。今ね左上にちらっとねユンボが映っています。ボス君ねユンボに興味津々です。もうねとにかくねボス君、ボス君体大きくて、黒くてそしてね体格もいいので、建築士みたいですよね。現場仕事をしている土木関係の建築士さんそして大工さんみたいな感じなんですがとてもねユンボが気になります。ちなみにユンボはねうーんガチャ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 ドカーンとね、ドカーンは言い過ぎですよね。爆弾じゃないんだからボス君とね、ユンボがね穴掘ってね、水の流れる道を作っています。それをね、興味津々で見るボス君もうめちゃめちゃ可愛いです。もうとにかくね可愛くてねボス君がねこんなことに興味あるんだなって、思いました。ボス君ね、今まで2年ちょっと2年数ヶ月一緒に暮らしているんですがだいたいね、好きな食べ物、嫌いな食べ物、好きなこと好きな場所分かります。一緒に過ごしていたら分かるんですがまさかね、ユンボが好きだとは思ってもいませんでした。またねそういったところが本当にね、おぼこい顔のボス君、まだまだね子供っぽいボス君なんですが、まるでね、人間の子供が、ユンボとかね小さい頃男の子は好きでした。みんな好きです。そういったね、人間とね照らし合わせて、ボス君は本当に人間っぽいです。クインちゃんはね、まだ生まれて4ヶ月27キロの生まれて4ヶ月のグレートデンクインちゃんなんですがこれからね、もっと好きなことそしてね嫌なこと嫌いなこと、いっぱいね、お互い、信頼関係を結びながら、成長していきたいと思います。ちなみにクインちゃんはねボス君引っ張るのが大好きです。もうこれはね昨日のお散歩動画でもあったんですがクインちゃんどこに行ってもねリードを引っ張ります。もうねパパが持っときます。もうねそんなねクインちゃんとボス君を見ていると本当に癒されます。クインちゃんの特徴はね、胸に白いエプロンがありそしてね白い靴下を履いています。ボス君の特徴はふさふさもふもふ、クマさんのようなねワンちゃんです。はい帰ってきました。さあね、お家に帰ってきたボス君クインちゃんまず何をするんでしょうか。一緒に見ていきたいと思います。僕はねてっきり水を飲むのかなと思っていたんですがボス君ねとりあえず座っちゃいました。結構ねやっぱり疲れていたので、しんどかったんだと思います。結構ね、出かけるときクインちゃんがね、いつも出かけていたりするんですが、まだまだボス君にとって暑いです。なかなか遠くに行ったりね、できません。やっぱりねお散歩もね、朝早くか、夜かなんで、昼ぐらいに出かけるとね地面は冷たくて歩けても太陽がねボス君暑いです。しかもくっつき虫がいっぱいついています。もうとにかくねくっつき虫だらけで取るのが大変なんですがとりあえずご褒美帰ってきてね頑張ったよというご褒美です。しっかり歩いてね、いっぱい運動して消費カロリーを消費して、食べてたらねまたプクプク太っちゃいます。ちょっとね噛みかけました。まだ噛んでませんよパパ今日のトークね、きっとねまだ噛んでいません。そんなねパパトークなんですが、ボス君ね座り込んじゃいました。クインちゃんは水を飲んでいます。行く前にね綺麗にした水、やっぱり美味しいですよね。水も頻繁に変えないと、ワンちゃんの よだれがついていたり、菌がね繁殖したりします。我が家ではね、いつも、お皿、ドッグフードを食べるお皿や、今ね飲んでいた水のバケツ、しっかりね、綺麗にしています。そして、新鮮なね水をやっぱりワンちゃんも飲みたいです。人間もね、暑い中いっぱい運動してお散歩してね、ぬるぬるのね、さっきまで飲んでいた、何時間前かのね、お茶とか、ジュースを飲みたくないです。
ワンちゃんも同じだと思います。やっぱりね、綺麗が一番です。それにしてもボス君、くっつき虫がついているよ、ボス君。しかもね、長い舌がね、だらーんと垂れています。クイーンちゃんはね、ボス君と比べてね、ベロが短いです。なので、ボス君見ていた時はね、もうボス君が普通だったんですが、クイーンちゃん来てからはね、ボスこんなに長いの、クイーンちゃん逆に短いやんとね、思っちゃいます。とにかくね、ボス君とクイーンちゃん、毎日ね、撮影して、そしてね、時々我が家の猫ちゃん出てきたりします。じゃあね、ハロウィンみーちゃん動画もちょっとね行ったり、ペットショップのね、これはリスなのかな、何になるんでしょうか。とてもね不思議です。とにかくね、可愛いね、動物たちがいっぱい出てきます。ハロウィンの日にね、撮影したんで、昨日かな、昨日の撮影になるんですが、娘もね、動物大好きです。そして、女の子なんで、さっきねつけていた、手作りのね、目隠しみたいな仮面舞踏会みたいなとかもねつけるのが大好きです。子供たちもね、息子娘も出てくるので、またこれからも楽しみにしていてください。じゃあね、いいね、コメント、チャンネル登録、そしてね明日も楽しみにしていてください。じゃあまたね、みーちゃん、バイバーイ。